原監督、終盤2点ビハインドで小林に代打を送らずバントをさせる。2点を追う7回、代打梶谷が四球で出塁、続く小林をそのまま打席へ。は、小林行かせんのかよ。は、小林代打出さねえのかよ。腹負けに言ってんの。送りバント成功。バント、なんであげてんのにバントなん。負けてんのに。2点差でバント、アウト一つあげます。マジでなんでここでバント。2点差なのにバントしてて草。小林がバント決めたぞ。バントうまいけど、これ意味のあるバントか。荒れてる投手に簡単にワンアウトか。解説の原に苦言呈されてそう。解説原、ほう、ここでバントですか。不満げ。しかも大城の山瀬もベンチにいるのに小林バントとかヤバすぎやろ。小林フル出場で今季最多失点。小林使って今季最多失点はギャグやね。小林さん、今まで無失点の白木まで燃やしてしまう。そもそも何を思って小林なら失点少なくて済むと思ってたんや。去年見たらそんなわけないことくらいわかるやろうに。試合出てないやつは失敗しないからどんどん評価上がるんや。